はい、了解です。トシキ、お前バカか。なんで斜面変換のところをまっすぐ入ってくんだ。ああ、だからアホだっつんだよ。3キロ目なんてインターバル取ってあんだから上から入ってくれば何でもないじゃん、うん、根元横切って入ってくればいいじゃん。あんなまっすぐ入ってあの色変わってるとこで、はいよー、怪我すんだよ。はい、ちょっと休んでもう一回来いよ。はい、セーフティーライン、はい、どうぞ。この人何だったっけな。おい、そこ遅れるとこじゃないぞ。蹴っちゃダメ。角付けをここで緩め。はい、りょうた。お、はい、次どうぞ。はいよ。沈み込んだ時にスキーを横向きに。沙織ちゃん、スキーの向きをきちっと備えて、あーっと、ちょっとね、無理に当たりすぎですね。はい、OK ですよ。はい、どうぞ。スピードワンで、はい、トシキ、2本目。おお、これは、あ、2キロ目で巻きすぎだぞ。そして3キロ目遅れてる。あー、あーっとー、誰だ、太一か。太一です。はいよ。りょう、2本目。おお、伸びやかったな。まっ、オッケー。腰下の K が寒いんですよ。りょうた、おお、なんかウェアが違うぞ。うちスキーがずれてるぞ。はい、沙織ちゃん、頭悪いっす。こういうやめ方むちゃつくっす。オッケー、これ高い位置、ライン、いいですよ。二人行きます。もう少しで。大丈夫ですよ。よし、あった。すごいね、曲がるね、このスキー。すごい。では行きます。はいよ。はいよ。膝で切り替える音ということですね。はい、でも去年よりいいっすね。 あ覚えてくれた。去年のあのステップターンみたいなないんで。よし、スキーだ。あれはですね、2万、3万ぐらいから8万円ぐらいの間で買える。あ、測量のやつは。あれは距離出ないの？出ますけど、手軽じゃないですね。あの、上に乗ったら、でもあれは結構大きいもんね。こら！あれはぶれないようになるから。あれだったら手軽、これだったらポール1本で。これ25メーター。沙織ちゃん、ここ会社行く打ち方、あー、これは厳しいぞ。脳の記憶力のトレーニングしてるような感じがして、いっぱいいっぱいなんですけど、どうぞ。
脳トレですよ。以上で脳トレ頑張ります。これはいいんじゃないか。あっと、じゃあ行きます。スキーが回ってるから膝だけ。りょう、さおりちゃん。スタンスを取りましたね。スタンス。りょう。はい、スタンスをね広くしますと重心がちょっと、で外スキーが回転の外に出ますから、角度出ますから、そこでそこへ狙ってください。当たり行きます。ルーズになってますんで、上体ちょっと目線下げて切り替えで起きないようにしてください。この人ちょっとスキー短いんだね。下半身と荒れちゃうんだよね。おー、ちょっといいぞ。膝ちょっと安定。はい、沙織ちゃん。あー、ちょっと、はい、こら、はい、上小学生ですかね。はい、今小学生が出ました。はい、はい、先生出ました。はい、もらいますよ。はい、次行きます。前の前傾がないので、ね、この辺足首上体の前傾キープした中でスタートを切って、スタンスもう少し取るように、はい、スタートで指示をお願いします。で無線に、はい、了解です。行ってみました。はい、すみません。あぶれ、りょう。スキー投げんだよ。これスキー間違えたな。ちょっとな、投げんだな。スキー全然飛んだな。明かり行きます。はい、この辺、スタンス。